C 級潜水艦はアメリカ海軍の潜水艦の艦級、フォアリバー造船所で5隻が建造された。当初はオクトパス、スティングレイ、ターポン、ボニータ、スナッパーの艦名であったが、1911年11月17日に5隻とも解明された。本級は沿岸での訓練を呼び、実験任務に従事し、第一次世界大戦時には、 パナマ運河地帯で運用された。全館が1919 19年に退役し、スクラップとして売却された。収益1908年6月30日退役1919 19年8月4日1911年11月17日より、C-1 に、解消。名の由来は、タコ目に属するほとんどのタコの総称。 収益1909年11月23日、退役1919年12月23日、1911年11月17日より、C、C-2 に解消、名の由来は、トビエイモクに属する、エイの内尾に、ドクトゲを持つ、種の総称。収益1909年11月23日、 退役1919年12月23日1911年11月17日より C-3 に解消。名の由来は唐岩鹿、伊勢子遺族の大型海水魚ターポン。収益1909年11月23日、退役1919年8月15日1911年11月17日より C-4 に解消。 名の由来はスペイン語でカツオやハガツオを中心としたサバカオ型海水魚の総称。収益1910年2月2日、退役1919年12月23日、1911年11月17日より C-5 に解消。名の由来はフエダ大化に属する中型、大型の海水魚の総称。ありがとうございます。